で、えー、これですね、あの、まあ、タイトルが終わりましてですね、もう、明日から登場します。で、娘たちからですね、村の端っこでなんか異変が起きているというのを聞いてですね、見張り台に登ります。そうすると、村の境界線ですね、土塁というやつ、石垣があるんですけど、そこを破壊して、たたり神が現れます。ですね。で、たたり神こんな感じなんです。これ、上から見てるやつでですね、えー、足が、 何本も生えて、あの、地面のようにガーッとすごい勢いで生え回ると。案外足長いんですね。で、巨大なイノシシね、蛇のようなミミズのような妖怪がまとわりついたような状態。これがたたり神ですね。で、6本足のようにも8本足のようにも見えます。なんでかっていうと、このたたり神自身が、よいしょ。あの、土蜘蛛を表してるから、なんですね。えー、土蜘蛛というのは何かっていうと、もともとはですね、 天皇家に従わなかった豪族部族への別称 まあ、あいつら土雲だっていうような悪口なんですね。天皇家の下につろわなかった奴らですね。または日本を魔界にしようとする怪物でですね、源義満に倒されたということになってます。なので、まあ、宮崎駿としてはですね、江美族の王子、アシタカが巨大な蜘蛛を退治したという話が伝聞で歪んでしまって、権力者たちに利用されてですね、源義満のですね、蜘蛛退治になったというのが、 宮崎世界での解釈で、これはもう宮崎駿一流のジョークなんですけども、このジョークも高級すぎて僕らには伝わらないってですね、あの、この頃からですね、このもののけ姫からですね、宮崎駿は大変ですね、高畑勲っぽくなっていくんですね。<laughs> とにかく、誰もわかんなくてもですね、なんだろうな、やっちゃうよと。それは、なんでかっていうと、その、あまりにもわかるようにわかるように作ってしまったら、 自分の中の何かものを作りたいというエネルギーがなくなってしまうというのが分かったからなんですね。なので、ちょっと宮崎駿はそういう意地悪ということもないんですけども、あの、やりたいことは全部やるんだけども、そのかわり全部説明しないと。前逆だったんですよ。いわゆる天空の城ラピュタの頃は、やりたいことは我慢して、でも、なんだろうな、すべて描くと。だからドーラーが独り言で、こいつを連れてった方が、 便利かもしれないねっていうような思ってることまで喋っちゃうんですね。それを思ってることまで喋っちゃう分かりやすい表現。その代わり、書いていいものと書いていけないものをはっきり分けるっていうふうにした。ところがこのもののけ姫からですね、書いていいもの、書いて悪いものがな,ないと。子供たちには全部見せなきゃいけないでこの世の中にあるエグいものも全部見せるんだ。ただし、分かるようには書かないっていう。だからそういうふうなことになったんで、この土雲の書き方もですね、ちょっと分かりにくくなっています。 で、まあ、土雲といえば東北地方の蛮族のことでしょとか、平安絵巻の中に蛮族退治のメタファーとして利用されてるのからみんなわかるでしょっていうふうに、ちょっと宮崎早がウィンクしてるみたいな出し方なんですね。で、祟り神に、この祟り神に襲われた女の子たちをですね、助けるために、明日たかはですね、弓で祟り神を退治してしまいます。最初目を、 バーンといて、で、その後、眉間をですね、ドーンと一発いてですね、殺してしまうんですね。で、たたれいの呪いはですね、足高の右腕に蛇のように巻きついてですね、で真っ黒なあざを残すとです、ね。そういう話がですね、まあ、冒頭3分ぐらいですごいスピーディーに書かれます。で、駆けつけた村の長老ですね、ヒー様と呼ばれるおばあさんです。ヒー様っていうのは、お姫様という意味ですね。で、ヒー様が、えー、この、 もう今、ぬるぬるのミミズというか蛇みたいなものが抜けて巨大なイノシシの形に戻った神様にですね、いずこよりいまし、荒ぶる神とは存ぜぬも、貸し込み、貸し込み、回す。この塚に、この地に塚を築き、あなたの御玉をお祭りします。恨みを忘れ、静まり玉へ。というふうに言うんですね、まあ。つまり、このあなたの死体の位置に、そのまま巨大な、あの、塚を作る。あの、墳墓ですね。えー 古墳みたいなものです。それを作ってですね。で、ずっとあなたのですね、魂をお祈りします。だから、これ以上立た,たらないでくださいって言うんですけども、そうするとこいつがですね、いきなり喋り出すんですよね。え、汚らしい人間どもめ。我が苦しみと憎しみを知るがよいって言って、ドロドロドロと消えてしまう。この時のなんか、声がですね、めちゃくちゃ良くてですね、これあの、なんだろうな、声優さん、声優さんとか俳優さん、俳優さんの喉にマイクを貼り付けて、 普通のマイクと別に喉マイクを貼り付けることによって、この喉の震えも同時に録音したそうなんですね。で、この喉の震えの音と声と両方ですね、ミキシングして出してるので、ものすごい不気味な感じで、息遣いも込みでですね、汚らしい人間どもめっていう風な声が出た。で、ドロドロドローとですね、この、怪物は溶けてしまうんですけども、嫌な溶け方です。溶けるときにですね、ニヤリとですね、笑ってるような歯が見える。 やつですね。まあ、ここら辺の表現もですね。まあ、宮崎さん絶好調ですね。特にあの、A パートから作画に入ってるのですね。A パート、B パートは本当にもう美しいとしか言いようがない。前半1時間、本当に作画すごいんですけども、この辺もそうです。はい。で、笑って死んでしまいます。で、このままですね、えー、怪物は溶けて骨だけになって、最後の呪詛の言葉、呪ってやるっていうことで、呪いをかけられたことになります。で、その日の夜ですね、この村の社、 ですね。の中で会合があります。で、この矢代、見てもらうとわかるんですけども、ここの位置にあの、出っ張りがあります。で、この出っ張りというのは何か、あの、これがご神体なんですね。ここの、貼り付くように高床式のすごい高い位置に屋代が立っているんですけどもですね、えぇ、ー、代の中のですね、この位置に机があるのわかりますかすごく低いテーブルがあります。で、つまり、この、なんだろう、神様に使える火様は普段、 この岩に向かって座ってるわけですね。足高でちょっと見えにくいんですけど、この机の前に座ってお祈りしてる。だからこれがご神体とわかります。あと、あのー、このシーンの最後に足高がですね、曲げを切り落とすシーンがあるんですけど、曲げをなんだろうな、切り落とした後、机の上に、この机の上に置いて一礼して去っていきますから、やっぱこれがご神体というふうにわかるんですね。で、このご神体をなんで説明してるのかっていうと、この村はですね、 岩がご神体、つまり巨石文明がまだ残っているところなんですね。えストーンヘンジのようなものがですね、まあ、青森あたりから出土してますのでですね、この足高の村も、今で言えば東北のかなり奥のところにあるというのがこれでわかります。えー、山と朝廷にまつろわぬ人たちですね。えまだ日本人がですね、巨大な岩を信じていた時代。それは仏教虎のるかマイナス。仏教のように、 人間が作ったものであったり、人そのものであったり、修行した偉い人なんかを拝むというですね、なんだろうな、縄文的世界から言うとそれ邪道なんですね。本当にすごいものは自然の中にあるものであって、人間程度のものを拝んでどうするんだとか、人間が作った程度のものをありがたがってどうするんだっていうのが縄文の世界観。でありながらものすごいなんだろうな、 あの、かっこいい形の土器とかですね、そういうものを作るというですね、縄文人ってちょっと独特のメンタリティーを持ってるんですけども、なので巨石でっかい岩自体を身体として、えー、拝んでいます。で、この奥にですね、右の奥にですね、えー、縄文土器が見えます。彼らはですね、この巨石文,文化という以前にも、ここに縄文土器があることでわかる通りですね、縄文人の生き残りなんですね。で、あのー、 ちょうどですね、ものの姫が作られたとき、現在はそれ主流の説ではないそうなんですけども、あの、アイヌであったり、もしくは東北の方に昔日本にいたエミ氏という一族たちは縄文人の生き残りではないのかっていうのが1980年代から90年代にかけて日本の考古学のあたりですごい騒がれた時代があったんですね。で、今はなんか僕もそれはよくわかんないんですけども、主流ではないそうですけども、宮崎さんは 完全にそれに乗っかって作っていますので、まあ、縄文人の話だと思ってください。で、えー、っと、アシタカがですね、傷を見せろって言って包帯を取った時にですね、傷がこういうふうに見えます。で、この傷跡のですね、バッグにですね、わざわざですね、見えるように縄文土器を置いているんですね。で、この縄文土器、 で、はい、これ、彼らは縄文人ですよという分からせる機能と、もう一つあってですね、その、この、たたり神によってできた痣のうねうねとですね、あと、あの、後ろの縄文土器の模様、あと最初にですね、たたり神が出てきた時に体中を張っている彼の蛇のようなうねうねが、全部こう同じような感じなんですね。つまり、クライマックスに出てくるダイダール墓地もですね、体の中に縄文的な模様がずっと動いてると。で、えー、設定資料を見ると、夜、 夜空が歩いているようでもあり、歩く縄文土器のようでもあるっていうふうに書いてあるんですね。つまり、この何かというと、明日カの腕っていうのは、僕ら映画見てるときは、それによって明日カが苦しんでるとか、それによって明日カがもうすぐ死ぬっていうふうに考えてるので、どうしてもそっちの方へ引っ張られてるんですけども、本来ここで、あの土器と一緒に見せられてるのはですね、縄文の神々のサインなんですね。 つまり、アシタカは呪われたと同時に、神々によって聖痕を与えられたと。聖なる刻印を与えられたというサインでもあります。えー、呪いによってもちろんたたり神にもなるんですが、アシタカはそれによってものすごい力を得ることもあると。で、アシタカ自身はですね、これで、あの、おひいさまからのアシタカヒコというふうに呼ばれているんですけども、ヒコというのは古代の王子の尊称、あの、損傷呼びかけなので、姫様っていうのはこの村の宗教的な中心であって、 アシタカヒコこそですね、この、この村の将来の長さとなる立場、政治になって、ついで、まあ、この、えー、王ですね、これ、あの、村というよりは国なので、あの、この国の王になるのが決められている人物、その国の王に呪いであると同時に、聖婚が与えられたっていう話になってます。で、えー、呪いがかけられているしかです。かけられてるからですね、アシタカは村を出るしかないんですね。 というわけでですね、明日か曲げを切ります。頭の曲げを言ってるんですけども、これを切ります。もうみんながですね、何度も何度も、あの、もののけを見てるだろうという感じで喋ってるんだけど、大丈夫かな <laughs> はい。えー、曲げ切るシーンですけど、すごい小さい刀です。でね、多分ね、この小さい刀だけがこの村にあるですね、この国にあるですね、鉄なんですね。 で、この鉄以外は、おそらく彼らはですね、石器文化と青銅文化のちょうど間ぐらいです。だから、足日が後に旅に持っていく大きい刀みたいに見えるもの。あと、女の子たちが持っている、あの、たたり神と戦うとした時に抜いた大きい刀みたいに見えるやつは全部三刀と言われるですね。山の中を歩く時に邪魔なツタをこう払うための、まあ、杖のような刀のような間みたいなもんなんですね。青銅文化でしかない。 鉄っていうのはもうごく小さいものしか持ってないと。なんでかっていうと、あの、鉄を村人もみんなが刀ぐらいのサイズで持ってるような膨大な鉄を作ったらですね、あの近くに森なんか残ってるはずがないんですね。鉄っていうのはそれを作るために、なんだろうな、5トンの鉄を作るのに山一つなくなるっていうふうに言われるぐらい、あの、木を切らないとできないものなんですよ。なので、まあ、えー、彼らが住んでる場所からすると、鉄っていうのはたまーに作って、 あの、砂鉄をですね、低い温度で何とか溶かして形にして、研ぎ出してこんな形にしたんだろうというような、まあそういう文明だと思ってください。で、